さてここではノイズ対策について解説したいと思います、えー、まあ今までエフェクター作ったりとかですね、えー、まあいろんなノイズの話もしてきましたが、えー、まあライブをやったりあとは自宅で作業をしたりとかするときによくやってしまうことちょっとこれを挙げてみたいと思います、えー、まずこれがですね電源ケーブルですアンプの電源だったりエフェクターの電源だったり、えー、そしてこれがギターのシールドです、えー、ギ,ターのギターからつながっている部分、えー、もしくは エフェクターからアンプに行っているところ、両方ともこういうシールドになっています。これがですね、こういうふうにクロスしないっていうのが重要です。まもちろんどちらもノイズ対策されているケーブルなんですが、やっぱりこうやってクロスしてしまうと、そこでノイズが発生することがあります。ですので、お互いにそれをノイズを出さないためには、こういうふうにクロスしないで平行になるようにしておく、もしくは離しておくというのが対策としてはおすすめです。 それででは次のポイントですが蛍光灯です蛍光灯は結構ノイズを発生していましてそれをギターが拾ってしまうというケースがよくあります。まあ宅録をしたりですね自宅で作業をしている時に何かずっとノイズが鳴っているなと思った時にその蛍光灯がついていたりとかしますのでそれを白熱灯に変えてみたりとか電気スタンドに変えてみるとかそれも効果があると思います。 ライブハウスとかステージでは蛍光灯を使うってことはほとんどないと思いますので大丈夫なんですが自宅の時にはより効果があるかなと思いますさて続いてシールドケーブルですが僕は普段モガミというメーカーのねシールドを使っていますいろんなメーカーさんのものがありますので自分の気に入ったものを使うといいと思いますので何本も試してみるのがおすすめなんですがあのよく投げ売りされているような例えば3メーター100円とかそういう まあ、おまけでついてくるようなケーブルっていうのがあるんですが、えー、それは非常にこう安定感もないですし、えー、信頼性も低いので、えー、できる限り使わないことをお勧めします。やっぱりノイズの発生源になったり、えー、いろんな無線を拾っちゃったりとかしますのでそこは、えー、注意してください。さて、えー、ここではよりマニアックなところもちょっと解説していきたいと思います。えー、ギターーーアンプののスピーカー部分の話なんですが こちらにありますねこういうスピーカーキャビネットなんですがこれは僕は12インチのスピーカーが一発入っていますでスピーカーカというのは、まあ、こういう丸い、ね、ものでコーンが張ってあって後ろに磁石がついててでこのコーンが揺れることによって音が出るということになるんですが、えー、アンプによってですねこのスピーカーの動きが違うんですね。というのはスピーカーがですね前から動くもの。 あとはいいた時に後ろかから動くものそれれが分かれていますフェンダーのアンプなんかはね必ず前から来たりとか調整されているんですが、うん、ハンドメイド系のアンプだったりブティック系のアンプだったりとかするとその辺がうやむやになっているケースが多いのでそこは知っておくといいかもしれないです。でただしこれは何か測定するとかそういうものではなくて例えばバンドでギターギターベース全部のアンプを一斉の背で鳴らしたとします。 その時に一人のギターだけ何か抜けてこないっていう時がたまにあるんですね。えー、それをよくチェックしてみたら一、えー、人だけアンプが、えー、まあアンプのスピーカーが後ろからスタートしている。他の二人は前からスタートしているっていうとそれだけで音の抜けがちょっとずつ変わります。えー、そういうこともありますので何、えー、か抜けないなって言った時には、えー、そういうスピーカーをチェックしてみるっていうのも一つのポイントにつながります。でそのチェックの仕方なんですが、えー、まあ普通のこういう ギターのシールドこれはまあ自作してもいいんですがこれの内部をですねこっちとこっち逆に繋いじゃうんですね単線ではちょっとできないんですが2芯とか3芯4芯のものですとそういう作り方が可能ですそうするともともと弾いた時にどっちから出るのかっていうのをチェックできるというですねそういうケーブルを使うっていうのもちょっとマニアックですが美味しいポイントかと思います それでは続いてこういう高級電源を使用してみるっていうのもサウンドがが良くなったりりすすることがありま,す、えー、まあオーディオの世界ではもうこれ本当に一般常識というか本当に変わってくるものなんですが値段もピンキリです。本当に1万円からもう本当に何十万もするような電源ケーブルがあるんですがギターでもですねこういう高級電源ケーブルを使用してみるとアンプのサウンドが変わったりエフェクターのサウンドが変わったりっていうふうに 変化があると思いますので一度試してみるといいかと思います。その代わり必ず良くなるってわけではなくて、えー、悪くなってしまうこともやっぱりあります。えー、ギターのアンプというのは、えー、元々こういう高級ケーブルで、えー、設計されていないんですね。えー、通常の、えー、ケーブルで、えー、テストされていますのでそこで良かったものに対して、えー、こういう高級なものを使ってしまうと逆に音がこうブワッと上がりすぎちゃってあんまりいい結果にならないってこともあります。 ですので試してみてよかったら使うっていうのがいいと思います。そして、えー、まあそういう高級電源はですねこういう口になっているんですね、えー。これはあのホスピタルグレードといいまして、えー、病院の機器なんかではよく使っているものです。えー、一般家庭にはまずないコンセントなんですが、えー、日本のコンセントは二口なんですね。えー、それが三、えー、口あります。ですので方向が必ず一定になります。こういうふうにひっくり返ったりしないということなんですね。 そして三、えー、口あるので、えー、非常にここのコンセントの口が安定します。ここの口が安定するっていうのも音質の向上にとっては、えー、大事なポイントです。ですのでまあこういうものを使用してみるっていうのもいいかもしれないですね。でちなみにホスピタルグレードはですね、えー、日本の規格の場合必ずここにですねグリーンのシールが貼ってあります。それは、えー、ちゃんと認可を受けたものです。これは、えー、シールを貼っていないので認可を受けてないんですが三口になっているという感じですね。